はい、お願いします。練習の効果マックス引き出せの、ラス2のうちの一つですね。パッドでやるのはここまでとします。いろんな、まあ前にも言いましたが、いろんな方法が思いつきます。で、今回はルーディメントを応用しようというやつなんですけども、なんでルーディメントをチェンジアップに応用した練習をするかっていうと、いろんなリズムでルーディメント使える。例えばパラディドルだったら基本16ボンプもしくは32ボンプ使います。3連で使ってもいいわけです。で、逆にフラムアクセントだったら3連で書いてありますよね。で、これをワン、ワン、エンダー、ピー、エンダー、スピー、エンダー、ポー、エンダー、16で使ってもいいわけです。こんな風にリズムの基準値を変えても応用できるようにするっていう意味と、やはりルーディメントになった時にテンポは変わってしまわないように、しっかりした4音符の中で叩けるようにするっていう練習も兼ねてます。まあ、アイデア力とテンポキープ力両方鍛える意味でもルーディメント応用編やってみようと。で、これもいろいろやりだすとも時間がないので、もう王道のダブルとパラディドルだけ、そして最後に僕がオリジナルで、まあ誰か思いついてると思うけどね、きっと。僕が一応オリジナルで考えたコンパウンドスティッキングというののルーディメント、あ、違う、コンパウンドスティッキングというののチェンジアップへの応用練習もちょっとやってみようかなと思います。で、ダブルの場合はですね、難しいのは奇数連符の瞬間だと思います。というのは、もともとダブルっていうのは右、右、左、左、1、2、1、2なんで偶数なんです。で、16分音符とか6連符もやりやすいですよね。1ギター、2ギター、ね、右、左、右、左、右、左ってやればいいのでやりやすいんだけど、奇数連符、1ギター、2ギター、3ギター、3連符とか 1 e n d a r 2 e n d a r 3 e n d a r 4 e n d a r 1 5連符とかがやりづらいと思うんですが、これに関してはですね、一度紙にまず音符を書き出しますよね。3連符で説明すると、3連符を4拍書くわけです。 1 theta 2 theta 3 theta 4 theta そしてその下に右右左左右右左左音符に合わせて書いていってください。そして拍頭に当たるその手順、一発目だったら右手のはずですね。で、二発目は、ダブルの左手の二発目のはずです。ワン、ティッタ、ツー。この音符にまず丸つけてください。この音符というのはこの手にね。で、その次、ワン、ティッタ、ツー、ティッタ、スリー。ここに丸つけます。スリー、ティッタ、フォー。ここに丸つけます。っていう風に、拍頭に当たる、手順に丸をつけて、それを見ながら自分でカウントしながら、ワン、ティッタ、ツー、シティタポティタっていう風にやっていってください。そしたらだん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 白の頭が見えてくると思います。じゃあ今度は右足で四分音符と言いながら、ワンティタトゥティタシティタポティタ、最後はメトロノームつけて、うーん、クククククワンティタトゥティタシティタポティタワンティタトゥティタシティタポティタワン。こうすれば多分ブレなくなってきます。5連符とかも同様ですね。ワンイエンダーアツイエンダーアスイエンダーアポイエンダーワンイエンダーアツイエンダーアスイエンダーアポイエンダーワン。ちょっと最初ずれちゃいましたけど、こんな感じでやっていくとできるようになります。はい、ちょっと時間節約で16分音符までにします。こんな感じになりますね。要はワン、ツー、スリー、フォー、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ワン、ティーター、ツー、ティーター、スリー、ティーター、フォー、ティーター、ワン、イエンダー、ツー、イエンダー、スリー、エンダー、左からやってもいいですね。 C4 1 2 3 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 4 1 2 3
使うルーディメントの代表格はやはりこれじゃないでしょうか。パラディドル、パラディドル、パラディドル、右左右右左右左左ですね。絶対にこの手順を崩さないままチェンジアップやっています。でこれの攻略法も同様です。これも奇数連符は比較あ偶数連符は比較的やりやすいんです。偶数連符というか偶数の音符ね、16分符とかまんまのパラディドルでしょ。で8分符あってまあ半分の長さになっているだけやりやすいわけですね。問題はやはり3連符だと思うんです。で3連符のところもさっきと同じやり方で、まず今度は2小節3連符を書いてください。そしてその下に右左右右左右左左左音符に合わせて書いていきます。白頭に当たる手順のところに丸をつけて、まずは自分でカウントをしながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、67、
それが、慣れてくると白の頭が見えてきます。まずは足で踏みましょう。ワンティタ、ツーティタ、スティタ、フォーティタ、ワンティタ、ツーティタ、スティタ、フォーティタ、ワン。これはですね、手順の関係上2周でワンサイクル右手に戻っていくんです。なんで1小節ではダメですよ。2小節パターンにしてください。でそれができるようになったら、こうやってメトロノームをつけて、ワンティタ、聞こえるのかな、これちっちゃいでしょ。ワンティタ、トゥティタ、セティタ、フォティタ、ワンティタ、トゥティタ、セティタ、フォティタ、フォティタ、トゥティタ、セティタ、フォティタ、ワンっていうような感じにやってみてください。はい、じゃあ、4分音符から16分音符やっていきましょうかね。いきます。一番主軸になる四部、八部、三連、十六しかやりませんでしたが、もちろん五連、六連、七連、三十二部とか、間の二拍五連とか二拍七連とかをやってみてもいいと思います。はい。で、こういう練習は、おそらく他でも紹介されてると思うんですけど、攻略法はさっき言ったように、もう一からコツコツとやっていくのがいいです。急がば回れじゃないけど、亀山方式ですね。結局ゴールにたどり着けばいいので、そういうふうに正確にやった方がいいです。で、勢いでやってしまうのをすごくみんな天才天才って言うんですけど、ですね、天才は応用が効かないんですよね。なのでそういう風にしっかり理論的に分かってた方が後々便利だと思います。でコンパウンドスティッキングというのを知らない方のために、こういう教本があります。パターンズ、ちなみに緑本にも書いてあります。コンパウンドスティッキングというのはね。でこれは、パターンズっていろいろシリーズがあるんですよ。青、緑、紫、赤。そして、これはパターンズって名前じゃないんだけど、オートタイムスティッキング、これも同系統のシリーズ、黄色本ですね。あと、リニアドラミングパターンズみたいな名前あります。なんで、計、6作になるのかな、なんですけど、全部ゲイリー・チャーフィーさんというバークリーのすごい優秀な先生の作品になっています。難しいですけどね、英語だし、中の内容。で、これの一番最初のページにですね、コンパウンドスティッキングが全種類書いてあるんです。ここのページなんですけど、見えなかったかもしれないけど、要は6ページ、7ページですね。で、コンパウンドスティッキングざっくり説明すると、いろんなスティッキングの名前があるんですよ。3A であるとか、4B であるとか、5C であるんですけど、まずこの最初についている3とか4とか5とか6とか7っていうのは、全体の打数を表します。合計何打叩きますと。で、その横に書いてあるアルファベット、A、B、C、D、E まであるんですけど、これはですね、パラ、つまりシングルストロークの数を表します。つまり 3A って言われたら、全体の打数は3打なわけです。A ってことはパラは1回しか使っちゃいけないです。全体3打中1回しかシングルは使っちゃダメですよ、ということは 3A はもしくは1回しかパラ使ってないですよね。ただじゃあ 5A になったらどうなるのかっていうと、全体の打数は5あります。ですが A ってことはパラ、つまりシングルストロークは1回しか使っちゃいけないです。あとは全部ダブル、ディドルで埋めなきゃいけないわけですね。ということはどうなるかというと、 5A は左からもということになるわけです。じゃあちょっともうちょっと問題やってみましょうか。 4B 全体の打数は4台になります。でそのうち B ということは AB2 個目ですね。パラを使っていい数は2回になります。つまり 4B はパラは2回使って、残りをディドルで埋めるのでパラディドルになるわけです。ちょっとぶっ飛んで、7E というのをやってみましょうか。 ABCDE っていうことは、合計7打中6打シングルを使っているわけです。パラを使っているわけです。で残りの部分を、ディドルで、あ、違う6打じゃないわ、 ABCDE で5打ね、5打、おいおいおい、こりゃね、5
5打使っていいということになるんですけども、で残りは2打ですよね。 7E なので全体7打のうちの5打は、パラで、残りの2打はディドルってことになるので 7E っていうのはこうなりますね。タツタツタタタ1、2、3、4、5、6、7 1、2、3、4、5、6、7という感じで同様な考え、例えば 5C だったら全体の打数は5、使っていいパラの数は ABC3 つみたいな感じの考え方なんですが、もう暗記した方がいい。どうせ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個しかないんだからもう覚えてしまった方がいいです。順番を変えてもいいわけですからね。ディドルスタートにしたりしてるわけです。コンパウンドスティッキングというのはいろんな応用が効きます。海外のドラマはほぼみんなと言っていいほどやってるし、すごい熟知しております。特にゴスペル系の人とかですね、多分頭の中に、まあこのコンパウンドスティッキングと思って使ってるかどうかわかんないですが、しっかり入ってると思います。これを、チェンジアップに応用します。今回のやり方としてはですね、3連符とちょっと、3連16そして5連を行ってみようかな。3連16、5連、6連まで行ってみましょうかね。で、3連のところの手順を 3A とします。で、16分符の手順のところを 4B とします。で、5連符のところの手順を、5C とします。で、最後6連符のところの手順を、6D とします。要はどういうことかというと、3連のところが16、5連、っていうふうに、各リズムごとに手順を変えてしまうんです。メトロノームに合わせてするとこうなります。 3A 4B 5C 6D、 これをつなぎます。もちろんこれの間を変えてみてもいいわけ。最初は 3A 変わらずで、次の、4B しかないので 4B で変わらず、次の5連のところを 5A に変えてみましょうか。で、また 5A に変えて、じゃあ 6D に行ってみようかな。さあどうでしょう、ちょっと意味が分かんねえよっていう人いるかもしれないんですけど、かなり上級な内容になっております。ですが、この練習積んだりとかですね、コンパウンドスティッキングの応用、ちなみにリニア、体のバラバラにバラしてもこれとっても面白いんです。ドラムセットにバラしても面白いんです。もちろん16分符の中に全部のスティッキングを埋め込んだりしても面白いんです。いろんなアイデアがあります。で、パターン図にはいろんなアイデアが載ってますけど、まだまだ足りないんですよ。ここに載ってる分だけじゃなくて、もっといっぱい思いつくんですよね。コンパウンドスティッキング勉強するとルーディメント同様、ドラムの世界のですね、奥深さがぐっと広がります。はい、ぜひぜひですね、勉強してみていただきたいし、日本のあのドラム教育に多分復旧していくと、もっとすごいドラマがたくさん出てきたりして、面白い曲がどんどんできるんじゃないかなと思っております。はい、僕も今勉強中で、ぜひぜひ皆さん興味持ってやっていただければなと思います。はい、チェンジアップよりコンパウンドの話が長くなりました。今日はこの辺で、次回はですね、ドラムセットを応用してビートの安定に効くチェンジアップやってみたいと思います。お疲れ様でした。